令和新選組の山本太郎代表は13日、衆院選15日公示、27日投開票を前に、与野党9党党首が出演した NHK 日曜討論日曜午前9時で、消費税をめぐる石破茂首相の主張に、経済音痴と指摘し、石破首相が何か言おうとして、思わず言葉を飲み込む一幕があった。 物価高対策をめぐる格闘議論の中で石破首相は消費税の税率に言及消費税を減税するというやり方を取ったとしても社会保障の安定的な財源は確保されないとした上で消費税を引き下げることは考えておりませんし当面上げることも考えていない当面は今のやり方でどうやって安定的な社会保障を確保するかということと首相 消費税率を上げない当面の期間について自民党総裁の任期中か問われると経済や社会保障の状況がどうなるかということ最初から決め打ちはしない当面上げることは考えていないということと説明したこれに対し消費税廃止を訴えている山本氏は 総理は景気が悪くても安定した財源が消費税なんだという話をされたが景気が悪い時に安定した財源を作ってはダメだめだ社会にお金が回らず庶民が困ると持論を主張それでも安定した財源として消費税を続けるという感覚がやっぱり経済論痴なんだなと思うと指摘したこれに対し石破氏は何か反論しようと口を開いたが 山本氏が主張を続けたため言葉を飲み込みふうという声がテレビ放送を通じて流れた山本氏は首相に対し考えてみてくださいよ1997年に5%その後に 8%10% と日本が景気が悪い時に消費税が上がった日本経済はどうなったかこれが答えだと主張 世界では景気が悪い時には消費税は下げる。これは国防の問題で日本経済が弱れば国も当然弱る。大至急やらないといけないテーマだとした上で次元的措置で下げるとか8%とかケチなことを言っていてはダメ。消費税は廃止だ。30年が失われていると持論を訴えた。以下はネット上の意見をまとめたものです。 すべての税に関して徹底精査し減税したり場合によっては廃止できるものもあるはずだが日本は一度取り始めたらてこでも見直さないので不要なのに惰性で課税徴収している項目も多々あるはずそして取りすぎて余しているので無駄な使途に使ったり不要な予算配分でとにかく使い切ることしかせず減税や廃止の目が向かぬよう政府行政が猛烈な努力をし続けるから 上がることはあっても下がったり廃止することは絶対にないはず。そして二言目には社会保障費という陰謀を持ち出し話を言いくるめ収束させる。無駄な象徴を作るのであれば全ての税を見直す組織を第三者や民間人を入れて作り、とにかく根こそぎ精査すれば相当な埋蔵金や減税が可能なはず。消費税ってのは 今の10程度ならいい税金だと思うんですよ年間課処分所得が3000万円の人なら300万円払うし年間課処分所得が200万円の人は20万円しか払わないし細かい計算は突っ込まないでください所得に応じて公平に負担してると思いますただそれ以外のわけのわからん税金や二重課税が多すぎるそこら辺を 整整理整頓してくれれば消費税は賛成ですあと財源不足を補うものとして議員を13年以上やったら議員に座り税自動車税重量税と同じ世襲したら議員相続税とか創設すればいいんじゃない石破総理になって討論が活発化している気がします選挙前ということもあるかもしれませんが国会以外で岸田総理と 山本太郎氏が議論しているところなんか記憶にないです他の党首も主張は違えど論戦を楽しんでいるように見えるし喋り方でカラーも見えてくるいいことだと思います今後は野党同士でもどんどん議論してほしい税は財源ではない政府の財源は国債政府の赤字は国民の黒字消費税は廃止一択 生産イコール需要イコール所得 GDP3 面投下の原則ですから消費税廃止すれば廃止をきりに国内需要が増えて当然国民の所得も増えます消費税廃止で物価が下がるので企業が空気を読んで価格を下げる電気ガス水道の公共料金は必ず下がる実質賃金は上昇する政府が税金を取るのは低インフレにコントロールするため 消費税廃止が一番の物価高対策。国民の可処分所得が増え国民生活が楽になり中小企業も助かり経済成長につながる政策財務省に頭が上がらない自民党では消費税廃止は無理みんな選挙に行って自民に脳を突きつけましょう緊縮財政派財務審理教の議員はガンガン落とした方が良い 財源がないと嘘をついて国民を助けない消費減税もタブー視し,しないで経済政策として検討したらよいね国税収入の構成費の視点から所得税法人税消費税の構成バランスの視点も持ったらよい日本の消費税率は10%とヨーロッパ諸国に比べて低いというが国税収入全体の構成費で見たら高い 25%の北欧三国と比べても高い率だ。その一因としては、軽減税率の適用とは言うが、食料品など生活必需品にも課税しているからだ。私の意見はせめて、軽減税率ゼロにしたらどうか。物価高対策になり、個人消費も増えるから内需拡大につながるね。この消費税廃止に関しては、 例は新選組の山本太郎代表と直接討論するのは石破総理といえども分が悪い。なんせ相手は元役者で喋りに関してはプロ。だから言うことに関しては、それがたとえ夢物語だとしても説得力を持たせる喋りの技術があり一部の人はあっさりと騙される。日本が消費税導入した当時ならいざ知らず、現在の財政状況をどう考えても減税は、 できても廃止は、無理すれ令和新選組の山本太郎代表は本気で令和新選組を政権政党にして自軍が総理大臣になり日本国の運営をする気はないから気楽でいい法人税率は40%だったのが今や実質20%企業献金を下さる大資本を利するために導入されたのが消費税法人でもない庶民が 削減さされれた法人税税収入のの代わわりに払わされているのが消費税消費税は目的税ではなく一般財源として社会保障に使われている額は少ない消費税によって社会保障が充実したというならともかく健康保険料も介護保険料も上がるばかりではないか自公政権によって 未来に希望が持てない世の中になってしまいました。法人税率を、まずは30%くらいに上げて、所得税の累進課税率を高めて、社会保障に回してこそ健全な世の中だという、大納負担の原則を復活させましょう。討論会を見ていたがこの人の主張は一見。 饒舌っぽいが回りくどく、要点にたどり着くまでに時間がかかってしまうというかたどり着かなかったりもするので、記者も指しづらい印象だった。それは、それとして、消費税減税は、消費に与える刺激は大きいと思うが一度下げたら、再度上げるのは困難なので、やるとしてもよくよく考えた方が良いとは思う。消費税税を減税しても、 消費の量が増えれば税収はその分増えるので問題ないはずなんですけどね問題は減税しても消費が変化しない場合でしょうかね社会保障の財源を盾に減税しないというならまずは小さなことでも議員の数や報酬無駄な出費を減らしす努力もすべきでしょう確か法人税下げるときにその分を給料に回してもらうためだと言っていたような 気がするだけど多少給料は上がったがそれを上回る物価高と増税で庶民は生活が苦しくなってきていると思う景気が良くなるまでは消費税はなくすか3%くらいが限界じゃないですかね税の制度も見直さないと二重課税や自動車税も特に庶民の足であるけを上げてどうするの金持ちが乗る方を上げればと思います